肝芽種は、乳児、小児に発生する、稀な悪性肝心生物であり、組織型は、胎児肝細胞、成熟肝細胞、胆肝細胞に類似している。通常、腹部主流として触知される。3歳以下の幼児で、アルファフェトプロテイン上昇により診断されることが多い。診断時に AFP が上昇していない場合は、予後不良である。 肝菓子と正常肝組織の顕微鏡邪神肝菓子は未熟な感染具細胞に由来し、孤立的で肝左歯に比べて右輪に多い、転移しうる。早期に大腸ポリープや腺がんを有する家族性大腸腺腫上の患者はしばしば肝菓子を併発する。散発性肝菓子では67%の患者でベータカテニン変異が見られる。 2005年には他の WNT シグナル経路コンポーネントもまた肝臓種の発言に関与していると思われることが示された。肝臓種が多能性幹細胞に由来することを示唆する根拠が蓄積されている。ある研究では低出性体重が肝臓種の危険因子である可能性が示唆されている。バックリー等の小児癌研究グループは1989年。 母親及び父親の金属への曝露がこの肝臓腫発生に優位に関連していることを発見した。肝臓腫の検査の中で最も一般的な方法はアルファフェトプロテインを確認する血液検査である。AFP は小児の肝臓がんの存在を確認するために用いられるバイオマーカーである。出生時、新生時の AFP 濃度は比較的高値であり、 生後1年以内に、大人の正常値程度に低下する。小児の AFP 正常値は10何、リリトルとされる。AFP 値500何、リリトル超の場合は肝芽種の可能性が高い。AFP は治療の総高度を確認するためにも、利用される。腫瘍が消失すると AFP は正常値に下がると、期待される。治療の主義として、外科的部分切除術。 術前アジュバント化学療法、肝移植が適用される。初回肝移植の場合、80%の肝時で長期のミリ肝状態が達成される。完全切除及びアジュバント科学療法施行時の生存率は100%である。転移層の存在は主要な予後不良因子である。ありがとうございます。